おそすちはやです。マリオメーカーやっていきます。つい先日いただいたコースなんですけども、生放送でたまたまこの方のスピランやってて、でちょうど見てくれててっていう縁がありましてですね、またリプで今度は送っていただきまして、コースを遊ばせていただきたいなと思います。300秒スピランなんですが、いいねランキングに入ったら300秒スピランなんて多分前代未聞なんじゃないかな。長いスピランっていいねランキングはまず入らないんで、相当いいスピランなんだなとハードルを上げていくわけなんですけども、よろしくお願いします。さて、オッケー詰まってしまった、いきなり。なるほどね。あー、なるほど、それで右に行くと、そういうことね。戻らせていったと。カビキックですね。音符に示せてくれるのはなかなか難しい。ファイヤー、なるほど、放っていくタイプだ。でここで食らってしゃがませて、本当にマリオメーカー始めて間もない方でも遊べる仕組みっていうか、難しいギミックが入ってないですね、やっぱね。これが、おっと、しまった。それがいいねランキングに入る、なんか条件みたいになってますよね。難しすぎると入らないんですよね。そうなんだよ。難しすぎると入らないんだよ。いいコースでもね。やっぱりなんか、いいねランキングは、なんて言えばいいんだろう。みんな遊べる、みんな遊べる感覚が大事なのかな。そういうコースが多いですよね。うん、魔法、あ、待って、音符でも出るじゃん。音符出ないと思ってたら。音符の1回目のジャンプカットされるよ。それはあれだと思ったわ。アップデートで消えたんかと思ったら消えてなかったですね。よいしょ。本当に誰でも遊べるスピラン、いいですね。一番いい難易度だよね、誰でも遊べるって。これ普通に製品版でありそうだな。まあスピランがそもそも製品版にないんだけど、お、全然ありそうだよね。楽しそう、これは。本当にマリオメーカーっていうタイトルは革新だよね、本当にね。自分でコース作るって絶対すごいよな。今後絶対これが出るよね、マリオメーカー、あ、マリオカートメーカーとかさ。実際なんかロックマン出ましたもんね、こういうやつが。でさ、自分三国無双シリーズがすごい好きなんですよ。人をバッサバッサ切っていくゲームなんですけどね。まあ、戦国無双とかいろいろあるんですけど。それもね、最近のやつ買ったんですよ。スイッチに移植されたやつなんですけど、買ったんですけど、それにもコースエディットモードがあったんだよね。昔はそんなの全くなかったから、なんかいつの間にかそんなエディットモードが出てて、やっぱりこういうコースを作ったりとかっていうのがなんか今後流行りそうだなって自分の中で思ってるんですよね。マリオカートメーカーは絶対流行ると思うんだよな。あと個人的になんだけど、これはマリオメーカースイッチ版出ても全然いいと思うんですよね。あぶねえ。これ300秒だから死んだらやばいんだよな。これ絶対出すべきですよね。絶対売れるよな。Wii でこんだけ流行って、でさ、あ、スキンは増えないのかな。でもパーツは絶対増えるじゃん。全然、おっと。全然まだまだ、ね、ありますよね、やれること。いや、なぜか、マリオメーカーのアップデートで、技が消えたりとかしちゃってるから、逆にね、ダウンデートだろうっていうコメントあって、ああ、確かにその通りだなって俺も思わず納得しちゃったんですけど。それね、まあアップデートは本当ありがたいことなんですけど、あ、全然もっと新作、もう2年経ちますからね、全然あっていいと思うんだよなーっていうね、ここと思わず動画内で喋ってしまいますが、自分がそんなこと喋ったところでね、新作が出るわけではないのでよ、あぶねー。でも絶対みんな思ってるよ、マリオメーカーユーザーだいぶもうね、2年経っちゃって離れていると思いますし、実況者さんもね、もう全然実況する人減っちゃいましたけど、それでも絶対みんな待ってるよ。嘘だろう。これは辛い。これファイヤーだと思ったらバックンだった。さあ、帰ってまいりました。こっから行きましょうか。さっき死んだのはこの先だよね。トントンと上がって、サンガリアからの、ハイスピンオッケー。オッケー。ふぅ、やっぱり時間が長いってだけ難易度は上がりますよね。それでもね。
これ厳しいですね。単純に長いってだけで厳しいよな。さて、そろそろゴールが近いと思うんですけど、この辺でもう死にたくないんだよな。ここら辺からもう超集中ですね。もう、ミスれないぞ。危ねえ、怖え。一回流れが止まっちゃったからな。大丈夫かな？上か？うん、オッケー。まあ、下から行っても大丈夫だった。まあ、初見殺しじゃないよね。そうだよね。そんな感じはするよな。さあ、どっか入って。これほんとでも、目いっぱい走らせてくる感じだよね。まあ、10秒ほど余る可能性はあると思うんですが。いやー、クリアーだったー。おーいえーい、マリオタイム、お疲れ様でした。うわーお。よいしょ。ハリゲーパンって何なんだろう。ほっ。あー、ここむずいな。これ一気にビャーンって抜けれないね、ないね。無理だね。一回真ん中は経由だな。ほっ。からの、はい、ギリギリ。よいしょー。お、ラストカービィ。これ絶対楽しいやつだな。自分が好きなタイプのコースですよね。間違いないわ。スタフィーか。星のスタフィーか。星のスタフィー全然わかんないけど、このキャラは知ってる。走るときこんな顔するんだね。完全に行っちゃってますよ、これ。大丈夫？あー、なんか違和感あると思ったら。いい、どういうこと？こっか。なるほど。いいねランキング難しいに入ってきてるけど、これは場合によってはとても難しい案件になるやつだな。よいしょ。結構ギリギリでジャンプしなきゃいけなかったりするから。あぶねえ。オッケー。ジャンプせ。ナイスタイミング。オッケー。時間は余るのか。おお。あれ面白そうだね。一方通行のとこはあれか、真ん中の5分割すると5分の3、4くらいにあるやつか、あれか。これ、なんだ？左のこの5分の3くらい占めてるやつはなんだ？ P スイッチ押して迷路？なるほど。やべ！どこまで行かないといけんだ？うわぁ。うわぁ、そこまで行ってもらわないとダメなのか。さてはない。はい、はい、流れていって、はい、はい。ここは落ちない方が早いんだろうな。オッケー、間に合う。ほい、ほい。落ちないように行けばいいんだね。じゃあ、こう行って、あ、しまった、しまった。あー、しまった。はい、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 はい。ふざっ落ちる、危ねえ。これ、でもまだ耐えれるやつだね。よいしょ。上から行けば、行けるんじゃないかな。よいしょ。オッケー、耐えた。多分ダメだったはずなんだけど、コイン取ってるおかげでなんとかなりましたね。中間あんのか。あれ多分3分の2中間で、しかも。ここで中間ありましたね。なんかめっちゃ、クッパが降ってくるんですけど。はいはい、はい。はい、はい、はい。流れで行っていい。流れで行っていい。いいのね。信じるよ。信じるよ。これ途中入れる土管ありそう。俺ならそうする！ちびっこの方が土管に当たる距離調整できるんで、高さ分ね。その1マス分。絶対ジャンプの距離は伸びるから、ほら、さっき死んだとこも余裕でいけますよね。ヒー！危ねえ。今のヒーって言ったとこ多分デカブツだったら多分ダメでしたよ。オッケー。土管？ドッスンがなんか邪魔してましたけど。さあ、メイズですが、これは分かりやすくていいな。これ乗れ、おっと？これ乗れ、あれ？じゃあ、こう行かないとダメのか。なるほどね、クッパファイヤーがあると、難易度は急に上がってきますね。ああ、しまった。戻っちゃった。ここ上がって、こうなって、ジャンプしながらかわして、こう、からの、こう、からの、ここ、からの、これ。からのしゃがみ、これクッパ3匹いんのか。こっからクッパファイヤー地獄だな。デカ状態じゃないとちょっと厳しいぞ。すんだ、ここは
流れでいって、でででで、オッケー、 The Dangers of Shell Jumping 3.5 とか言わないか。 3.5 って英語表記だとどんな感じになるだろうね。これてかどうするんだろうな。こうだな。さては、いやー、よし、いけた、いけちゃうのね。そっかそっか、壁当たってからポーラ踏むでも OK だったんですね。動画最後まで見てくれてありがとう。よければ別の動画も見てみてください。せーの、チャオー。